どこもかしこもド派手な電光掲示板、大型スクリーン、そして巨大な広告ばかり。ここはニューヨークのタイムズスクエアです。この景色はどこから見ているかというと、タイムズスクエアの中心にあるこの場所から。階段に人がたくさん座り込んでいます。これはタイムズスクエア中心にあるチケッツという場所。裏ではミュージカルのチケットが買えます。座ってじっくり観察したいものがたくさんあるのです。タイムズスクエアの中心に銅像。ジョージ後半、20世紀初頭に活躍したアメリカのエンターテイナーで、数々のブロードウェイのショーを手掛けました。そしてタイムズスクエアで最も目立つこの塔、名前はタイムズスクエアタワー。元はニューヨークタイムズのビルでしたが、ニューイヤーを祝う風習がメインになり改名しました。うるさすぎるタイムズスクエアでした。